悪を砕け、魂の一撃。行くぞみんな、正義を示せ。帝国カリキュラン参上。なんとか中に侵入できたが、内部は魔幻空間と同じ雰囲気だな。この空間では何が起こるかわからない。みんな十分注意しながら進んでくれ。行くぞ、全てを打ち倒し経験を取り戻すんだ。了解。神山、急ごうぜ。競技場の観客も魔幻空間に取り込まれているはずだ。一刻も早く解放しないとまずいな。そういや、競技場にはベルリン歌劇団もいたんだろ。あいつらも一緒に戦ってくれたら心強いんだがな。遅い。がいりゃ100人力だぜ。ようやく来たか、帝国歌劇団。さあ決勝戦を始めよう。え、準備はいいのか。整うまでは待ってやる。何冗談言ってやがんだてめえら。今はそんな状況じゃねえだろうが。待ってください、何か様子が変です。本気で歌劇団対戦だと思ってるの？変な仮面つけてる。おかしい。あの仮面、夜叉と同じ。さあ、やつられているというのか。あの仮面を通じて玄庵に。何をごちゃごちゃと言っている。準備ができたなら戦闘を開始しろ。どうあってもやるつもりですね。元に戻す方法を探すしかないな。ちょっと待ってください。戦いながら方法を探す。あいつらは最強の歌劇団なんだぞ。そんな隙があるわけね。どんな罠でも突破すると言ったけど、この罠が想定外すぎる。それでもやるしかない。みんな気を抜くな。死ぬぞ。決勝まで上がってきた強者に敬意を表する。まあ、我々も負けはしない。超えられるか。世界最強のシュワルツシュテルンを。
エリスさん、聞いてくれ。今は過激団同士で戦っている場合じゃない。過激団対戦は中止になったんだよ。ゲンアの野郎がやったこと覚えてねえのか。ザレ事を。過激団対戦が中止になった情報確認できず、減少確認率ヌルプロセント、嘘ばっかり。我々を欺こうとしても無駄だ。正々堂々正面から向かってこい。エリスさんたちを元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はあると思いたいが、今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。相手を動けなくさせればそれでいい。エリスの前に出るまでもないわ。私が叩き潰してあげる。お前たちが勝つ可能性はヌルプロセントなんだから。こちらからの攻撃は届きそうにない。だったら前に引きずり出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーテさんたちを止めるぞ。行くぞ。闇を潰す神速の刃。分かっていたけど、こいつら強すぎるぜ。でも欧州で見た彼女たちの力はこんなものではなかった。おそらく過激な手強い相手だ。これが世界最強の力。花組の絆の力は他の誰にだって負けはしない。さっさと死ぬのを国にならないで。ここはどこ？私たち何をしているの？あの時プレジデント G に。俺帝国過激団、よくもマルガレーテを。絶対に許さん。この程度で行くぞ。我々に行け。プレジデント G に原案創設に操られているんだ。何事を。そのようなことがあるものか。エリス、神山の言うことは本当よ。目を覚まして。マルガレーテ、お前は。エリス、私たち約束したじゃない。誰かの平和のために強い力を、心を持とうって。目を覚ませ、エリス。お前は最強のベルリン過激団の隊長だろ。驚かせし私。エリスさん、あなたの力は世界の平和と正義を守るためにあるはずです。正義を守る力。天安の力なんかに負けてはダメだ。逃げる時は今です。
やったか。うわ、私はベルリン歌劇団は無敵だ。くらえ、まずい、あの攻撃だ。エリス、ダメ、回避を避けて。私の勝ちだ、ゲンアン。エリスさん、仮面後、まさか自力で。状況は把握している。みんな迷惑をかけた。いや、今はやめておこう。行け、帝国歌劇団。原案総鉄の野望を止められるのはあなたたちだけだ。原案の支配から脱するために私は霊力を使い切ってしまった。回復を待ってあなたたちを追う。それが今できる最善の行動だ。わかりました。あとは俺たちに任せてください。激しい戦いだったが、楽器大きな損傷はないようだな。よし、行くぞ。経験を取り戻すため中心部に進む。ああ、せい、以上余談。はい、一気にか。何を嫌がろうぜ。ああ、ゼルリンの奴らとんでもねえ強さだったな。あれでも本調子じゃなかったんだろ。自力で原案の呪縛を振りほどくなんて、エリスさんは本当に強い人ですね。俺たちに身をもって示してくれた。どんなに強大でも必ず打ち破れるってこと。ほら、遅い。ふっ、いけるか。ああ、いけるか。いけるか。ジェネ、いけるか。遅い。いや、行くぞ。いけるか。以上両断。これでも強い。遅い。心を操って戦わせる、あの男らしい手口だ。心をもてあそぶなんてひどすぎます。謎の掟、削除、悪を持って、それは正義だ。ちょっ、ほら、ちょっ、ほら、私はもう迷わない。みんなと生きる明日のために戦うわ。そうだ、
この奥からです。いよいよだな。シェ、行こうぜ神山。ああ、行くと阻む敵は全て打ち倒す。やっ、そらほっよっ、やっほっよっ、やっそらやっやっよっ。探し物はこれかね。原案相鉄やしゃふん。原案、その提言をこちらに渡せ。渡すわけにはいかんよ。これでまた封印されても困るのでね。コーマ王様が完全に復活した後でなら返してやっても構わないが。そんなことをさせるか。貴様を倒し、ゲンタを再び封印してみせる。やれるものならやってみるがいい。このヤシャのように貴様たちも操り人形にしてくれるわ。ヤシャ、やっぱり正体は。さあ、時はすでに満ちた。もはや貴様たちになすすべはない。さらば帝国過激だ。せいぜい苦しみながら死ぬといい。何をもたもたしている。時間がないはずだ。行け、ここは私たちに任せろ。しかしその期待はもう限界だ。なめるな小僧。エリッサ、この程度の状況100回は経験している。貴様らとは戦いの歴史が違うのだ。行け、そしてお前たちのなすべきことをしろ。わかりました。過激だ。ありがとうございます。エリスさん、必ずあなたの期待に応えます。エリス、めちゃくちゃかっこよかったですが、このような状況は4回しか経験していません。大ピンチです。ここが5回目になる。そしてまだ見ぬ95回があるだけの話だ。相変わらずへりくつが上手ですね。うるさい。ああでも言わないといかない連中だっただろ。本当に不器用な人ですね。よくできたご褒美にとびきりの作戦を立ててあげますよ。ありがたい。賞賛は。フンダータプロツェント。ベルリン歌劇団の皆さん、大丈夫でしょうか。エリスさんたちの思いに応えるためには立ち止まるわけにはいかない。先へ進むんだ。行くぞ。行くぜ。行くぞ。行くぞ。
数だけは一人前ね。所詮は烏合の衆、アザミたちの敵じゃない。おうよ、まとめてぶっ飛ばしてやる。かかってきやがれ。砕けろだ。だろ？もう、はっとらしいけど、砕けちゃったらダメじゃない。そりゃまあ、そうだけどな。なら当たって砕いちまえってことで行こうぜ。行くぞ。遅い。重要だ。じゃあ、行けるか。なん
何が待ち受けていようと、私は決してくじけません。同様だ。やっちゃ、今行く。やっ、行くぞ。行くぜ。行くぜ。飛んでけ。今行く。来い。今行く。聞いてくれみんな、これからの戦いはさらに激しいものになる。だが俺たちが負けるわけにはいかない。行くぞ。ここで全ての決着をつけるんだ。せっ、この部屋は。待っていましたよ、帝国歌劇団。ラシャ。いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか。そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさんなら、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのなら、あなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す。何がおかしい。あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことか。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア。そんな、機体の生命信号がありません。え？嘘だ。こんなにあっけなく。ゲントが近づき、ゲンアン様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。アナスタシアさん、アナスタシアさん。そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。正義ごっこ。さくら、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かってる。行くぞみんな、ヤシャを撃破する。了解。弱まり、私の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ。これは魔力解放。
幻想タケミカズチ。なんだあの魔力は。今までとは桁違いだぞ。何これ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。アザミさん危ない。クラリス、クラリス。アザミさん大丈夫ですか。アザミは平気。アザミさん怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。必ず。クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず勝つ。クラリス。美しい友情。無駄死になのにまるで喜劇ね。貴様。アザミ無茶だ。クラリス見てて。絶対勝ってみせる。バカだ。見事な体術ですね。でもお子様はもう寝る時間よ。アザミ、これで3匹目。ごめん、何もできなかった。足を引っ張った。ごめんなさい。そんなことはね、見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで、人は強くなれるってことよ。そうかな。だったら、ちょっと。嬉しい。アザミ勝ってね、みんな。アザミの最後のお願い。アザミ、アザミ。残りはあなたたちだけ。もう諦めなさい。アザミが教えてくれた心をつなぐことも力になる。思いが力になる。面白い冗談ですね。わからねえか。お前負けるぞ。よく頑張りましたが、タケミカズチの力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの。人間なんて儚く脆いもの。人間は弱い。なんて惨めな存在なのかしら。笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もね。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。慣れ事を見せてやるぜ。ヤシャ、限りある命だからこそ限界まで輝く炎を。へえ。あとはアナスタシア。最初は不愛想のやつだと思ったけど、熱い心を持ってかっこいいやつだ。アザミはいつもいつもうるさくてよ。でもその明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。バカな、この圧は何なのですか。この力は。しっかりしなさい、シンメス。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。くらえ。バカな、私の魔力が尽き、タケミカズチが消える。
様、この力は女のいじってやつよ。貴様、やかれ。ハトー！ハトー！ハトー！しっかりして！悪いな、さくら。私は、もう立てねえや。そんなこと言わないでよ！やだ、やだよ！行かないでよ！しっかりしろ。神宮寺さんを元に戻すのは、お前の使命だろ。初は、桜、生まれ変われたら、また友達になってくれよな。あの、大きな桜の下で、待ってるからさ。絶対に、絶対に会いに行く！約束だぜ。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか？お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞ、さくら！夜叉の因縁に決着をつける時だ！はい！魔力が足りない。早く、早く玄庵様の魔力を期待に。夜叉の魔力が戻るまでの時間が最後のチャンスだ！みんながくれたこの時を絶対に無駄にはしない！夜叉、今こそあなたを倒します！闇に飲まれても自分の正義を貫く人。分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう、夜叉。私は今あなたを、自分の弱い心を切る。
これは一体。何が起こってるんだ。